ジェームズ・ハリソンは、オハイオ州、アクロン出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のピッツバーグ・スティーラーズ、シンシナティ・ベンガルズ、ニューイングランド・ペイトリオッツに所属していた。現役時代のポジションは、アウトサイドラインバッカー。これまでに5回プロボウルに選出され、チームの第40回、第43回の2度のスーパーボウル制覇に大きく貢献した選手の一人である。14人兄弟の末っ子として生まれた。ケント州立大学から2002年のドラフト外で、ピッツバーグスティーラーズに入団した。彼は、ラインバッカーとしては、平均身長よりも低かったことが、ドラフトの際の低評価となった。ケント州立大学出身のラインバッカーが、スティーラーズで、プレーするのは、プロフットボール殿堂入りを果たしているジャック・ランバート以来であった。2002年は3回チームから解雇され、プラクティススクワッドで過ごし、レギュラーシーズンでは、スペシャルチームとして1試合にプレーしただけであった。2003年、ボルチモア・レイブンズと契約、NFL ヨーロッパのラインファイヤーに派遣されたが、解雇された。動物が好きだった。彼は、獣医師になろうと思ったこともあったが、2004年7月末、クラーク・ハガンズが負傷したことから、スティーラーズのトレーニングキャンプに招待された。2007年、スティーラーズがジョイ・ポーターを解雇してから彼のキャリアは飛躍した。ボルチモア・レイブンズとのマンデーナイトフットボールで彼は 3.5 サック、3ファンブルフォースを挙げた。2008年のニューヨークジャイアンツ戦でロングスナッパーを1回務めたが、スナップミスで相手にセーフティを献上した。この年リーグ4位で、チーム記録となる16サックを挙げて、NFL 最優秀守備選手賞を受賞している。このシーズンチームは、第43回スーパーボウルに進出。スーパーボウルでは、第2球終了直前、自陣1ヤードまで攻め込まれた場面で、カート・ワーナーのパスを自陣エンドゾーンで、インターセプト、スーパーボウル記録となる100ヤードのリターンタッチダウンを挙げた。このプレーで、本来ハリソンはパスラッシュする役割を与えられていたが、とっさの判断でパスカバーに下がったことがインターセプトにつながった。2009年4月にはチームと6年5175万ドルの契約を結んだ。10月11日のデトロイトライオンズ戦では3サックを上げるなど10月の4試合で7サック、25タックル、2ファンブルフォースを上げて、月間 MVP に選ばれた。シーズン終了後のプロボウルに先発出場選手として選ばれた。彼はインターセプトを上げている。2010年、第2週のテネシータイタンズ戦で11タックル、2サック、2ファンブルフォースの活躍で週間 MVP に選出された。彼の活躍などで12試合連続ランで100ヤード以上獲得していたクリス・ジョンソンをわずか34ヤードに抑えた。第6週のクリーブランド・ブラウンズのモハメド・マサクオイへのタックルで$75,000の罰金を課せられた。マサクオイは次の試合を欠場している。この処分の後、一時引退を示唆する発言を行っていたが10月21日に、現役続行を表明した。ドリュー・ブリーズへのタックルで$20,000、ビンス・ヤングへのタックルで$5,000の罰金を課せられた。11月21日のオークランド・レダース戦で、リチャード・シーモアが、味方 QB ベン・ロスリスバーガーにパンチをしたことに、対する NFL の処分が、罰金のみとなり出場停止処分が下されなかったことについては、不公平であると不満を表明している。11月30日のバッファロービルズ戦で、ライアン・フィッツパトリックへのタックルが危険なタックルが、胸部へ、ヘルメットからタックルに行ったと、判断されて$25,000の罰金を課せられた。この年も 10.5 サック、2インターセプトの成績を上げて、プロボウルの先発選手に選ばれた。またオールプロファーストチームにも選ばれている。ディビジョナルプレーオフのボルチモア・レイブンズ戦では3サックを上げた。2011年2月、背中の手術を受けた。7月には、雑誌でのベン・ロスリスバーガー、ラシャード・メンデンホール、ロジャー・グッデルについての発言が議論を呼び、ツイッター、Facebook で、ロスリスバーガー、メンデンホール、同性愛者への差別表現にあたるスラングを使ったことについて謝罪を行った。なおグッデルコミッショナーに対しての謝罪は行わなかった。第4週のヒューストンテキサンズ戦で右目そばの眼窩骨を骨折し、その後4試合連続で欠場を続けている。2012年8月15日、左膝の内視鏡手術を受けた。この年70タックル、6サックを挙げた。2013年3月9日、サラリーキャップを開けるためスティーラーズから解雇された。スティーラーズと彼は、ペイカットの合意に達しなかった。4月23日に、シンシナティベンガルズと契約を結んだ。スティーラーズの強力ディフェンス、スティールカーテンの一員で、激しいプレーが持ち味の選手。ロジャー・グッデル NFL コミッショナーが主導して2010年シーズンから、NFL が導入した危険なタックルへの厳罰化で、計4度の処罰を受けて$125,000の罰金を課されたが本人は、本当は誰も傷つけたくないとコメントしている。スティーラーズのアート・ルーニー2世オーナーは一連の処分に対して、全面的にハリソンを擁護する発言をしている。またチームメイトのハインズ・ウォードも4回の罰金のうち2回は、試合中に、反則のコールもなかったことについて、憤りを表した。この件でシーズン中の2010年11月2日、彼は、ロジャー・グッデルコミッショナーと会談を行っている。ありがとうございます。